こんにちは、スマートショップの生駒です。今日は生駒の部屋19ということで、今日のお題は、じゃん。簡単、ツイッターさんの、始め方動画になります。これ見て何か気づきませんか？このアンダーライン見てください。ツイッターさん、ツイッターさん、ツイッターさん。ツイッターさんって誰っていう話になりますよね。私もツイッターさん実は見たことがないんですけど、ツイッターさんはすごく聞き上手のお方です。私もよくツイッターさんにいろいろ聞いてもらうんですけど、例えば誰かにメールするほどではないけれども、人に聞いてほしいっていう時あるじゃないですか。例えばなんですけど、私この間仕事中にボールペンを落としちゃったんですけど、それを取るときに思いっきり机に顎をぶつけて、ごめん血だらけになったんですけど、このやりきれない気持ちをどうしようと思って、一応斉藤さんには言ったんですけど、カット版でも貼っとけばって言われたんで、これはツイッターさんに聞いてもらうしかないなと思って、ツイッターさんにこれこれこうだったんですよって聞いてもらったらすごいスッキリします。皆さんもそういうことあると思うんですよね。で、そのツイッターさんにお話を聞いてもらうには、登録がまず必要になります。で、最近ツイッター、ツイッターってよく聞くと思うんですけど、具体的にどういったものなのか、よくわからないなって言って始めない人もたくさんいると思うので、ちょっと少しだけツイッターさんについて紹介したいと思います。まず、ツイッターさんは今何してるっていうつぶやきを、更新していくシンプルなウェブサービスとなっております。で、ユーザー登録をすると自分専用のページができて、直接ツイッターさんとお話しすることができます。まあ、ツイッターさん、ツイッターさんって言ってるんですけど、特に1対1とかではなくて、友達とかみんなでツイッター登録すれば、暇だなとかつぶやけば、友達が、じゃあご飯行こうよとか、返事を返してくれるかもしれないんで、そういう風にメールみたいに使えるところも、ツイッターさんの魅力の一つだと思います。はい。そうですね。じゃあ早速、全然あんまり紹介になってないんですけど、まあ、やってみなきゃわからないっていうところで、今日はツイッターさんの登録の仕方をご紹介していきたいと思います。私も最初ツイッター自分がまさかやるとは思ってなかったんですけど、やると完全にハマります。はい、では早速登録していきたいと思います。角度大丈夫ですか？まずですね、Google でも Yahoo でも何でも検索サイト大丈夫ですので、Twitter と検索してみてください。で、Twitter の公式ホームページをタップすると、多分普通の携帯でも他のスマートフォンでも同じような感じが出てくると思うんですけど、こういった画面が出てきます。おそらく Twitter さんはこれです。それか、この方です。はい、でもうここに登録とありますので、登録をタップ。ゆらゆらしてすみません。あ、この前にちょっと話したいことがありました。この画面見てもらって分かるように、登録の下におすすめユーザーっていうのがあって、お笑いスポーツ、ぼやけてますが、ツイッターニュースとかいろいろあって、例えばお笑いのところを押すと、結構芸能人もツイッターやってるんですよ。私も何人かフォローしてますけど。でもちょっとまだ勇気がなくて、芸能人には返信できません。出てこないですね。ツイッターをやってる芸能人がバーって出てくるんですけど、まあ、出てくるんですよ。出てきたってことでいいですね。あ、出てきてます、出てきます。で、こういうふうに、
見てってフォローしたければこれフォロー、フォロー、有吉、宮迫さん、有吉さん、藤森慎吾さん、結構やってますね。モデルさんとかも結構やってますよ。ちなみに皆さんはツイッターやってますか？ツイッターやっていたら、コネット TV にチェックインしていただきたいんですけど、今度、コネット TV にチェックインしてくれた人で、つぶやいてくれた人が、これこれこうやってって言ったことに答えたいと思います。今度。で、ここの登録を押すと、登録の画面に飛ぶんですけど、来ないですね。新規登録ってなくて、名前、ツイッターユーザー名、メールアドレスなどなどあるんですけど、まず名前はあなたの公開プロフィールに表示されますと書いてあるように、これが名前になります。そのままですけど。で、下に Twitter ユーザー名ってあるんですけど、こちらの方は Twitter でのハンドルネームになります。ハンドルネームってなんだっていう感じなんですけど、なんか、例えば検索とかかけるときはこっちのユーザー名で検索をかけると出てきます。例えばなんですけど、こっちは、こっちはイコマで、こっちはローマ字でイコマみたいな。まあ後でちょっと例を見てます。で、名前はイコマで、ツイッターユーザーのイコマでね、イコマって打ててないですけど、で、アドレスはあんまりお知らせ来てるイメージはないんですけど、まあ、とりあえず登録してもらって、で、パスワードは6文字以上で、第三者から予測しにくいものですね。もう、デタラメは打たないでください。結構パスワード入れるところが出てくるので。で、このユーザー名とパスワードを覚えていれば、どのパソコンからもログインができて、いつでもどこでも自分の Twitter のページに入って、Twitter さんにお話を聞いてもらうことができます。パスワードを打ってくるんですけど、で、最後にロボットじゃないかっていう確認をして、それが通れば最後にサービス利用規約とプライバシーポリシーに同意しますかっていうのが出てくるんで、ここ絶対読んでください。ここは絶対読んでください。で、読んだらアカウントを作成する。ただこれだけのことです。名前、ユーザー名、メールアドレス、パスワードを入れれば、もうアカウントを作成することができます。ここから楽しいツイッターライフが始まります。で、さっき言ったどういう風に表示されるかと言いますと、これがスマートショップのツイッターのアカウントになるんですけど、上にユーザー情報、スマートショップって書いてあります。これがユーザー名です。あ、でも一緒ですね。続けてスマートショップって書いてあるのは、これが名前なんで、私がさっきイコマで登録してたら、イコマはここの、一番上の枠の、太い文字に出てるところ。ここにイコマって出ます。でも、この、ユーザー名、検索かけてもらうところは、ローマ字みたいな。説明下手くそですね。ごめんなさい。っていう感じになるんですけれども、意外と簡単ということで、皆さん、お分かりいただけたでしょうか。自分の下手
明の下手くそさにびっくりしておりますが、まあ、登録の方は簡単なのでぜひぜひやってみてください。スマートショップの方もツイッターアカウント持ってますのでぜひぜひフォローしてください。でも結構そのツイッターつぶやくだけじゃなくって、さっきも言ったようにメールみたいにも使えたり、あとは結構情報を得られるんですよね。なんか例えば自分の今気になってるニュースのキーワードとかをキーワードで検索すればそれに関するツイートがバーって出てくるんで、まあ、その情報が正しいかって言われたらわからないんですけど出てくるんで、周りにテレビとかワンセグがついてなくてもそこで情報を得られるっていうところは一理あります。という感じなのでぜひぜひ皆さんツイッターさんと仲良くなりましょう。ではまたいろいろご紹介していきますのでありがとうございました。